らい亡くなったかとか、どれぐらいのお家が流されたか、牛馬は大丈夫だったかとか、そういったのを具体的に書いていった部分になります。でこの項目というのが実は訴状項を知るためにとても重要なポイントになっていきます。先にもちょっとお伝えしましたけれども、この文書は被害状況の報告書という性格がありますから、この項目には一定のパターンで、記述されております。で津波の前の人口とか、そのうち、死者数、そして生き残った人数というのが、パターンとして記されていきます。またその結果村が再建できたかどうかというところも書かれるんですが、先ほども少し紹介しましたが、寄せ百姓がどこから何名来たかとか、板書とか井戸、滝、また橋などが大丈夫だったかどうかというところも記されています。そして、下の方にありますが、浜からの訴状項ですね、海の方からの訴状項が戸高という形で記されております。で例えばということで例を出しましたが、この宴というのは沖縄で、地域の神々を祀る廃所ですね、そういった宴が流されたかどうかというのもあります。そして社寺ですね、社寺は大丈夫だったかとか、そういったことも記されていきます。でこの中でここは流されたよ、ここは大丈夫だったよというところも記されているんですが、今石垣島の中ではこういった宴というのが元の場所に戻るということがよく行われておりまして、つまり、津波の時被害を受けるんですけれども、一時的にだけ違う場所に行ってまた同じ場所に戻ってきているということが分かります。つまり同じ場所に戻ってきているということは、そこの標高が分かればここは被害を受けたかどうか、もしくは被害がないというところがあれば、ここは被害を受けていないというところで線を引いていくことができます。でこういった情報を地図に落としていく作業もしていたんですが、これは本当に市街地の一部のところですね、市民会館、今日の会場も入っておりますけれども、その市街地のあたりだと、やっぱり海に近いところは被害があったということが記されていて、少し高いところ、段丘の一段上のところは大丈夫だったということが記されております。で気になる訴状項のことというところで項目を立てましたが、この文書の、冒頭、これは宮良の項目になりますが、宮良という村の項目で、宮良と白浜の市境、つまりその村の境界線のところの川崎というところから波が上がったというところが書かれますが、ここに、28畳2尺上がったとあります。これが約85メーターということになります。でこの文書の、記載をもとに、明和津波は85メーター上がったんだということが、伝えられてきたわけですね。ただ、この文書の同じページなんですが、黄色いラインのところ、でここちょっと読みにくいんですけれども、中滝音、宮良の方でウィノンと言っている滝なんですが、この滝は旧式の通り別状なしということが同じ項目に書いてあります。ではこの2つの関係はどうなるかというところを地図で見ていきますが、実は宮良の方の85メーター地点というところと、大丈夫だったウィノンというところは本当にすぐ近くですね。このお宅の標高が、約65メーターぐらいですかね。それぐらいです。でそこは下がちょっと70メーターになりますか。でこの辺りで、低いところは、被害なしと書かれて、そして85メーターのところは波を受けたというのが同じページに実は書かれているというのがこの文書になります。で、これは牧野清さんという方が、出版された八重山の明和大津波という本の、関東カラーの方の地図でですね、紹介されたものです。この淡いグリーンみたいな色のところが、津波が浸水した場所だということで記されました。でこの淡いグリーンのところを、紹介するために、85メーターという波が上がればこれぐらい浸水したという想定の図になりますね。しかし先ほども申しましたが、同じ文書の中でも若干矛盾があります。でこういったものの中に、例えば、考古的な遺跡だとか、津波より前からあると言われている滝、廃所の場所を記すとどうなるかというところが、こういったところになりますが、
実際遺跡とあるところは遺跡の数自体は石垣島とってもたくさんあるんですけれども、ここに紹介した遺跡はいわゆる石積みの遺構を持つ遺跡だったりとか、あとは発掘調査によって津波の痕跡が見つかっていない遺跡の情報というのを入れております。でこういったところから牧野さんの図では浸水したといわれる、もしくはもう津波が越えてないと説明がつかないというようなところが、実は被害がなかったということが今でも現場で検証することができます。でこのなぜ誤差は生じたのかというところなんですが、研究会の副会長でいらっしゃいます島袋長尾さんはもともと医師さんでして、自分の手によってですね測量方法の復元を考えて、自分で検証をしていらっしゃいます。でこの時にはおそらくその津波の後なぜ誤差が生じたかということに関しましては、測量を専門にしていた絵師、蔵元の絵師というのが測量などもみんな一緒に担当していた役職になりますが、この役職の2つがまずいなかったんだろうということ、そして、道具が流出したことによって別の方法で、ここでは島袋副会長は戸板を使った江戸時代の測量方法があるので、それでやったんではないかということを想定されておりまして、それが文書にある戸高という表現になったと考えています。